三浦アルプスっていうのはなんか昔からあるね登山コースじゃないって話なんですよね。1980年代の半ばにね、地元の登山愛好者の有志の人たちが、あ、ここ良さそうじゃねえみたいな感じでね、開拓したっていうんで、だから歴史はね、本当に半世紀もないわけでしてね、だからろくにね、この登山地図、ここはね、このエリアはこうだっていう、そういうのがない、なかったりするんですよね。で、国土地理院の地図とか、そういうのとはやっぱり道が違ったりとかありますからね、本当にね、まあ、ちょいっとばかり道を選ぶのが難しいですね。確かね、この送電線図体に道があるってことになってるんですよ。これが道がね、本当に、いや、もうちょい上がるのかな、なんかあそこ透けてるから、そこが尾根道になってるのかな。山火事の通報ナンバーか、そうだな、ぬまま30逗子市消防課。じゃあまあ一応合ってんのかな、巡視路ってね。そうか、これはなるほど、電力会社のこういう見回り道なわけね。振り返るとね、ちょっと大変なことに気づきましたよ。ここ分岐なんですね、この垂れ札のあるの。ここね、うっかりまっすぐ行くと行き止まりって話ですからね。ちゃんとね、田浦、そう、京急田浦に行くときはここをね、右ですね。間違えたら遭難ですね、ほんと。丹沢に比べたらね、高低差はへでもないんですがね、こうやってね、道がよく、この、わかんねってのが難しいですよね。私もね、地元のそのボランティアの人が発行した地図を頼りにやってるわけでね。この柵のすぐ向こうが高速道路なんで、ちょっとゴーゴーなるのはしょうがないんですけど、いや、道自体はね、一回この尾根の巡視路上がっちゃえば遊歩道と変わらんですね。分岐が現れてきましたよ。ちゃんとね、ボランティアのこの手作り看板助かりますね。道はこれをまっすぐでいいんですね。あ、これを曲がっていってもまた道があるようですね。まあ今日はこれをまっすぐ行きます。工事中か、でも通れないってわけじゃないですね。やっぱり工事してますね。あ、でもなんとか通れます。助かります。うん、合ってるけど、こっち側は特に書いてないですね。沼間日八。よし。これ頭ぶつけないようにってわけですよ。やっとそこそこね、車の音も街の音も少なくなってきて、やっと山だって感じですよ。ほっとしますね。静けさがないとね、鳥の声が聞こえないですからね。もう今日はね、もうこうあったかいとね、あちこちでね、ウグイスの放放結局が始まってんですよ。ここからも田浦の海が見えますね。これずっと引くとね、ここね、山を削ってね、すごい工事してますよね。なんでもソーラーパネルをここら辺に置くらしいんですよ。いや、それはね、太陽発電、そう、太陽光でただで発電できると言ってもね、ソーラーパネルのを作るのにも金かかるし、CO2 使うし、で、耐用年数来たら来たらで、それをね、片付けてこう、元に戻すのっていうか、そういう廃棄するのにも金と CO2 がかかるって。で、発電中もね、清掃とかメンテをちょくちょくやんないと効率が落ちるしでね、ちょっと私としては無理やりだなって思うんですよね。なんかね、SDGs をね、掲げた、なんか利権みたいな、そんな雰囲気がして、あんまり私としては良くないなと思うんですがね。まあ、あくまで私の感想です。なんだかんだと言ってたら、分岐に出ましたよ。ここをね、私の調べでは右なんですけどね。ボランティアの立て札をちょいと見てみましょう。うん、こう、右で間違いないですね。じゃあ、ここをね、右に。行きます。いや、いい感じの尾根歩きだ。いや、本当ここまでね、大した勾配はないですね。ただどこをどう曲がっていいんだかっていうのが、ちょっとそこが非常に心細いですね。特にここに入るとき、水道局のね、設備から、あそこにね、こう言ってくださいって特にね、
建物はなかったですからね、そこでね、まあ分かんなくて諦めて引き返しちゃう人もいるかもしれませんがね、あ、やっといい感じだよ本当。この前はね、田浦梅林から行った時はそこそこポツポツと人はいたんですがね、こっちの水道局周りの道だとね、今のところ誰もいないですね。まあ平日ってのもありますけどね、まあ、これがもうちょい先行ってね、三浦アルプスのメインルートに合流したら、まあ誰かいるかもしれませんね。しかしこれはいい雰囲気だね。ああ、最高最高。南をねこの前行ったのに比べたら全然ですよ。この分岐はね結構重要なところみたいなんですがね、どうなんでしょう。地図を確認するとこの分岐はね、この田浦梅林っていう方向がいいみたいですね。こっち行っちゃうとね、また別の方向に行っちゃうん でこれをまっすぐ行くと FK3 っていう、そういったね有名な分岐に出るようですね。ボランティアの人に頭下がりますね。まあ、ボランティアの方々もね、ああやって整備してこのね三浦のアルプス、この三浦アルプスの山の良さをねこう味わって知ってもらいたいっていう、そういうねこの素晴らしい気持ちが伝わってきますね。いや本当にね素晴らしいですよ。もう特に平日に時間空いてりゃね、朝来るときは簡単ですからね、もう通勤電車がバンバン走ってますからね、普通に山入るときみたいにね、あーここで何乗り換えに30分待ち、あこれ流したら次1時間後なんてことはないですからね、もう10分も待てば次の電車来ちゃいますからね。なんか前方にね、これ分岐三浦アルプスの主要路かな、まあ行ってみましょう。右と左に分かれてますね。あ、出ましたよ FK3、 有名なとこですね。でこれがあるってことはルートは間違ってないってことですよ。さあこれをどういったものか、こうやってきて、ここ今 FK3 ですから、これはねこの馬頭観音の方向に行くんですよ。ってことはですよ、この道はね右ですね。ここにも建札ありますがね、沼間東寿司双子山、そこに行く途中にね馬頭観音があるので、ではこれをね右に行きます。 FK3 分岐を過ぎたわけですがね、道が全然いいんですよ。こんなに良くていいのかなって、なんか拍子抜けですね。前回行った南尾根がね登ったり下ったりでね、いや北高尾山稜の縦走路並みにねきつかったに比べたらね、こっちはお散歩ですね。ここ一応木道になってますよ。でもちょっと足元がねだいぶふにゃふにゃしてんでちょっと危ないですけどね。ここいら辺はなだらかで穏やかなんですけどね、この尾根の向こうがね道迷い地帯、まあ遭難地帯、三浦アルプスというよりは三浦ジャングルって、それぐらいすごいって場所ですからね。まあ、そこもやっぱりそのうち行ってみるかな。沢歩きができるんですよね、森戸川の源流ですから。いや緑の香り、この森の空気うまいな。ここね湘南のねもともと柔らかい空気にねこの緑のこのねこのフィトンチッドってやつですか、それも加わって最高ですね。しかもずっとね私の貸し切り状態、他にいないんですよ人が。山に入ってから結構時間経つのにね、いや誰もね前からもそういう追い抜かれもしないんですよね。この前行った南尾根の方は平日でもそこそこいらっしゃったんですかね。あ、やっと前方からいらっしゃいましたよ。いや本当にねのどかで人が少なくてねいいとこですよ。こんにちは。いや今日初めてすれ違いました。これぐらいですよね。まあそれはそれでいいんですけどね、これゴールデンウィークになったらどうなるんでしょうね。やっぱりそれなりに来るのかな。やっぱり晴れてこそですよね。こうやってこの木漏れ日、これがたまんないんですよね。でね、やっと静かになりました。いやほっとしますね。頭の中のねほんとギスギスガリガリしたドロッとしたもんがね、この静けさとうまい空気でねとわーっとねこう解放されて
溶けていくんですよ。これがいいんですよね、山ってね。のんびりと気分よく歩いて、また分岐と。ここは何でしょうね。あ、これはなんか見覚えのある感じですよ、この縦札はね。ってことはこれを、そう、こっちですね。あ、ここにも地図があるね。三浦アルプスのね、このメインルートに来ると本当にこうやってちゃんと地図があってね、これでもちょっと分かりづらいっていうわけですから、事前に予習は必要ですね。で、ここが、あ、ここが馬頭観音って、どうか、あそこの分岐からね、ちょっと入ったところに馬頭観音あるんですね。ちゃんとね、整備されてますね。裏側はどんな感じでしょうか。うん、まあこんな具合ですか。なるほど、ちゃんとお賽銭もありますがね。本当誰が回収に来るんでしょうかね。どこのここは境内っていうか、うん、テリトリーなんでしょうね。で、時刻の方は10時25分。まあ全然大丈夫ですよ。ただ田浦の海からなんだかんだで1時間半はかかってんのかな。さて、では参ろう。これを右です。